この間はキノコ炒めの作り方を教えてもらったのよ。キノコが材料なの。え、怖い。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、え、前回であれよね、ノコブロスの砦はクリアしたんよね、確か。え、でこれからどうすればいいんだ。あ、ごめん、爆発するいきなり爆発する。いや、なんかさ、あれなんよね、最近のさゲームみたいに次の目的地みたいなの表示されてくれてないんか。何すればいいんだ。どこ行くんだ。カラカラ砂漠へ行くんですか。それなら町の南に駅があるので、そこから汽車に乗るといいですよ。カラカラ砂漠に行くらしい町の南、ゴツゴツ山という駅に着いたら、あとは歩いて山を越えるんです。え、カラカラ砂漠はその山の向こう側にあります。なるほど、ここの、え、なに、誰か来た。あ、おじさんなんか君も十分おじさんな顔しとるけど、少年なんやね。オイラの父ちゃんの店がオープンしたんだ。買い物していってよ。バッチ屋さんなんだ。とにかくちょっと覗いていってよ。うわ、すごい強引なんですけど。え、急に開いた。珍しいバッチをたくさん揃えてるから、ゆっくり見てってくれよな。強制強制ってか、君誰よういらっしゃい、だな。俺の店ができたんだよ。なかなかいい店だろ。あ、そっか、ここ空き地やったんやっけ。旦那も記念なんか買っていくってのはどうだい。欲しいバッジがあったらその前で A を押してくれよな。ほう、珍しいバッジをたくさん揃えてる。さっきと一緒か、同じ。ということは、あ、目の前に行くだけで商品の紹介が出てくれるんやね。次々ジャンプ、アクションコマンドを成功させれば敵全体を順番に攻撃できる。スーパースピン、スピンダッシュでの移動距離が長くなる。貫き殴り、何それ敵の防御力を無視したダメージを与える。なるほどね。これ買っとこっかな。お、さすがはマリオの旦那、それを選ぶとはお目が高いね。次々ジャンプはコイン75枚だ。結構じゃない。このバッジをつけるのに必要な、何やったこれ、何ポイントやった。 BP は1だ。バッジポイントか。どうだい、買っていくかい。まあ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 、ありがとうよ。売ってるバッジは時々変わるから、ちょくちょく見に来てくれよな。え、今さ、ごめん、店に爆弾仕掛けたわ。スタートボタン、これがメニューか。毎回毎回ね、この操作の仕方を。バッチ、ガツンジャンプを変えよっか。同じ位置やし、次々にジャンプができるようになる。うんうん、まあ、全体の方がいいよね。え、さっきの連続ジャンプってなんだ。なんか今つけとんよね、これ。連続ジャンプができるよう、これも全体かあれも全体か。てかバッチポイント増やしたいね。全然何もつけれんやんえ、レベル上がった時に選べるやつの中にバッチポイントもあったんやっけ。いやー、 HP も大事やしな。フラワーポイントも大事なんよ。何もかも大事なんよね。く、全てをバランスよくやっていきたい。ん、A ボタンがジャンプか。B じゃないんやな。僕ね、大きくなったらね、汽車の運転士さんになるんだよ。かっこいいな、運転士さん。出発進行。かわいい。なんだかいい匂いがするでしょう。この家にはお料理を作るのがとっても上手なキャシーさんが住んでいるの。この間はキノコ炒めの作り方を教えてもらったのよ。キノコが材料なの。え、怖い。あ、私も早くキャシーさんみたいにお料理上手になりたいわ。あれなの？キノピオたちは別にキノコのせいとか言うわけではないの？カラカラ砂漠ってとにかく広いんですよ。それにどこまでもどこまでも砂ばっかりなので、ぼんやりしてると迷子になっちゃいますよ。やだ。ただでさえやのにね。それとつむじ風には近づかない方がいいですよ。つむじ風に近づくと巻き込まれてどこか別の場所に飛ばされるので、それこそ迷子になっちゃいますよ。じゃあ避けていくべきやね、それは。
日の子タウン駅はここからもっと南へ行ったところにあります。カラカラスバックへ行くのならそこから汽車に乗るしかないですよ。でもあんな危険なところに行くなんて大丈夫ですか、マリオさん。いやでもそうするしかないんやろ。ちょっと何しに行くんかわからんけど、あれか、星の精みたいなのがおるんやっけ。マリオさん、マリオさん、星の降る丘のニステイルさんに会ったことあります？うん、ある。あのお姉さん神秘的でとても素敵ですよね。僕はもうメロメロです。なんでも趣味は盆栽なんだそうです。僕もやってみようかなって渋いね。そういえばミステイルさんには双子の妹がいるらしいですよ。妹さんも素敵なんでしょうね。まあ双子ならそうだろうな。まあ全然似てない双子もおるけどね。お？開きません。家の中から鍵がかけられているみたいです。なるほど、まあ戸締まり大事。ここがキャシーさん。あなたが、あらまあマリオちゃんこんにちは。私はキャシー、お料理大好きなのよ。マリオちゃん、材料を持ってきてくれたらマリオちゃんが元気になるような美味しいお料理作るわよ。何かお料理してほしいの？なんか持っとんかな。どの材料でお料理してほしいの？あ、いっぱい持っとるやん。え、てかこういうのでも料理できるん？料理したらどうなるんやろ。もっと効果が上がるとかそういうこと？ビリビリキノコ、ハニーシロップは？これ一応フラワーポイント5回復やけど、あれ、フラワーポイントなんか私全然なくない？回復した方が良くない？一回寝てから行った方が良くないか。マリオちゃんのために腕によりをかけて作るわ。ちょっとだけ待っててね。なんでセーブ前に回復してなかった？え、回復せんかった私。気のせいか。ふんふんふん。お待たせ。まあまあかしら。はい、どうぞ。え？フレッシュジュース。フラワーポイントが5回復するは変わらんけど、毒などを回復する。へえ、なんか、効果が増えた。またいつでも来てね。待ってるわ。ありがとう。蜂蜜だけやったのに、ジュースに変わるんやね。あっちか、回復。え、これないんよね。10分の0やろ？見えんかった。出てくれんかった。よし。あれ？回復してセーブしたような気がするんやけどな。あ、そっか、話しかけるんやっけ。こんにちは、マリオさん。ここは心も体もリフレッシュっておなじみのキノピオハウスです。泊まっていきますか？はい。セーブするじゃないわ。ロードするデート間違えてないよね、別に。多分。よく眠れましたか？それでは元気でいってらっしゃい。このスイッチ側の機能でセーブするやつと、ここでセーブするやつ両方やった気がするんやけど、もしかしてあれか？回復したね。スイッチ側のセーブの方を最後にしたんかもしれんね。回復した後。なんかそうな気がしてきた。まあいいや。とりあえずもう話は進んだけんね。君たちは話した子なんだろうか。すぐそこにある土管の中には大きな生き物が住んでいてとても危険だそうですよ。でも入るなと言われると余計に入りたくなりますよね。うん、わかる。マリオさんならしっかりアイテムを持っていけば大丈夫だと思いますよ。あ、そういうがっつり戦う系？多分。え？怖。ん？なんかこっちにも建物がある。何？用心棒みたいなのおるんやけど。土管ってこれ？この先は迷いの森です。迷ってしまうので入らないようにしてください。これではないのか。土管ってどれ？え、これ？やっぱ土管といえばあの緑のやつ？この辺にあるんかな？あ、これやな。立ち入り禁止。って書いとるけど、行けるはず、多分って言われたけん行こう。どうかな。え、これも、え、上がれんかった。これなんかできるんかな。あれが出口なような気がするんやけどな。とりあえずセーブしとくか。あれ、これはあれなんかな。あ、なるほど、そういうこと。普通にハンマー。普通にハンマー避けていきたいな。ね、これおるよね。
クリボー確実に。そのまま行くか。余計なことはしない。まあ、レベルは上げたいけどね。ゲッソー、ゲッソー、ゲッソー。戦闘や戦闘。巨大な生き物ってこれ？なるほど、そういう。次々ジャンプ。いや、一体しかおらんけんな。これやね。連続ジャンプの方やね。行こう。オッケー。え、技が出せない。何？今は選べないってどういうこと？何もしない。今は選べないって何？どうして？何があったの？空中に置いとるけんってこと？もしかして。そういうことかな。あ、もしかしてあれ永遠に押し続けようったらいい感じ。仲間、でもおらんやん。じゃあクリオならいける。ジャンプ、連続ジャンプ。くっ全然続かねえ。あ、やっぱこっちやったらいけるんや。クリオズ付き。はあ。体力どれぐらいあるんやろうな。あ、でも、次のターン、あっちに回るまでにはいける。気がする。ほら、あと1よ。これでいけるやろ。はあ、ギリギリ。めっちゃギリギリ20スターポイントゲット。めちゃくちゃギリギリやん、やば。あ、でも確かに体力見えた方がいいね。あ、なんか宝箱あるよこれどうやって開けるの？ねえねえねえ、え、これどうやって開けるん？開けれんくね？めちゃくちゃ殴るけど、ん？これどうやって開けるの？ねえねえねえ、なんか落とした？もしかして。え、なんもないよ。え、なに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 、どこかに何か。え、ないよ。あ、いたいたミニミニフミーのバッジをゲット。うまくいくと少しの間踏みつけた時を小さくして攻撃力を半分にする。へえ、そんなことが。しかし、バッチポイントを増やしたい。とりあえず、ここは、クリアね。ふぅ。回復しよう、回復。ここ壊せるんやない。壊せんのかーい。ここも別に何もできんのか。え、あれは？あの、違う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 。あれ、仲間ってどうやって帰るんやったっけ。あ、これか。あれ違うな。あ、これやね。スイッチ押せる。あれどれやったっけ。待って待って待って、これか。いや、いけんねん。爆発は、爆発爆発。ピンキー、ちょっと早かった。もうちょいこの辺から。あ、いけんのか。なるほど。じゃあ進みますか。ふう、やっつけたよ。特に何も変わらないのか。あ、あ、よし、回復した方がいいね、これは。一旦戻ります。いやー、やっぱあれか、体力も欲しいな。いろいろなものが欲しいんだけども。あれやん、結構普通のね、 RPG ってレベルが上がったら全体的に能力値上がってくれるけど、
どれか選ばんといかんっていうのがね、きつい。